ローズセッシル・ローニールはアメリカ人の漫画家、イラストレーター、芸術家、作家。アメリカの女性漫画家として最初期の一人。1909年に発表したキューピーは世界的なキャラクターとなった。1912年に発売されたキューピー人形の人気により、一時は世界で最も裕福な女性イラストレーターだった。芸術制作や大人向けの小説。 詩集の執筆も言った。女性参政権の活動家でもあり、全米女性の伝道に迎えられている。ローズ・セッシル・オニールは1874年6月25日に、ペンシルベニア州ウィルクスバリで生まれた。父ウィリアム・パトリック・ヘンリーと、ミーミーと呼ばれていた母、アリス・セシリア・アセナテ・セニア、スミスの間の第二子だった。書籍賞の父親は浮世離れした、文学、美術、 演劇の愛好家だった。実際的な性格の母は教師であり、才能ある音楽家、女優でもあった。オニールはアイルランド系の父親からケルト的な創造力を受け継いだと言われている。兄弟が5人をおり、妹のカリスタは後年にローズのマネージャーとして長く生活を共にすることになる。ローズが生まれて間もなく、一家はネブラスカ州の開拓地を目指したが、 大草原での生活に挫折して、オマハの街に移った。伝統的な夫婦の役割とは、対照的に、ミーミーが教師として、一家の稼ぎ手となり、ウィリアムは家で子供と遊ぶことが多かった。ローズ・オニールは幼い頃から、絵画や文筆に才能と情熱を発揮した。一家の暮らし向きは悪く、絵は、父の本から独学で学ぶしかなかった。オニールは、ミケランジェロや、 レオナルド・ダ・ヴィンチの絵に親しみ、シェイクスピアやホメロスを愛読した。13歳で、オマハ・ヘラルド・ガミが主催する自動画のコンテストに応募し、地獄へと導く誘惑と題する絵で一等を獲得した。審査員は受賞者が幼すぎることから模写を疑い、その場で絵を描かせてみたという。それから2年のうちに、コンテストの審査員を務めていた、オマハ・ワールド・ヘラルド・ガミの編集者や、 エブリバディマガジン氏のアートディレクターの紹介によって、地元オマハの出版物、エクセルシオール、ザ・グレート・ディバイドなどにイラストレーションを描くようになった。父は、書店業で家族を養うのに苦労していたため、校了は、家計の足しにされた。その傍らオマハのセークリットハート修道院、付属学校に通った。パックに掲載された一コマ、漫画、そぶり。エセル、あの人ったら、 私を見る目が、とても優しくて、そばに行ってあげると舞い上がるし、冷たくするとひどい落ち込みようなの。これってどういう意味かしら。母親、エッセルや、その方が、とんだ役者だってことだよ。パック1900年4月号の表紙へ、ジョージアにて。ピート、これでも奴隷だった頃よりマシかねえ。トムのとっつぁんアンクルトム、どうだかなあ,あの頃は誰もわしらをリンチなんぞしなかった。 持ってえねえからな。1893年、オニールの父は、娘の才能を生かすためニューヨークに送って、画家の道を進ませようとした。その途上、シカゴの万博に立ち寄ったオニールは、生まれて、初めて本格的な絵画や彫刻を目にした。それまでは、父の蔵書で見るしかなかったものだった。ニューヨークでは、セイレジス修道所会の修道院に預けられた。オニールは、 修道所に付き添われて出版社を回り小説の原稿やポートフォリオに収めた60枚の絵を持ち込んだ。絵は数社の出版社に売れ新しく依頼も得られた。1896年9月19日付のトゥルーシーに掲載されたザ・オールド・サブスクレイバー・コールズはイラストレーションではなくコミックストリップ形式の作品だった。 世界初のコミックストリップとされるホーガンズアレイの連載が始まったのは前年であり、オニールはアメリカで最初の女性漫画家だと考えられている。ただし当時は女性の社会進出が必ずしも歓迎されていなかったため、初期の作品は単にオニールと署名され、作者の性別は隠された。この頃オニールは女性読者から多くのラブレターを受け取ったという。 1897年に男性向けの風刺雑誌パックとフルタイムの契約を結んだ。編集部に女性は一人だけだった。オニールは同時に通算で700枚以上の作品を載せた。題材は女性と子供、西部開拓や人種問題など幅広かった。女性学と漫画を研究する大城ふさみはそれらの作品が女性という視点を意識しており、 作品の中から読者を見据える女性はそれぞれ主体性を持って描かれていると述べている。黒人を題材とした作品も当時の類型化された表彰とは一線を画す先進的なものだった。しかし、オニールの回想では知的で強い女性やマイノリティを描いたイラストレーションをパックに寄稿しても文章を担当する編集者によって茶化されてしまったという。イラストレーターとして 名声を確立したオニールはそれ以降、ハーパーズマガジンや、ライフをはじめとする雑誌、ジェローやケロック、コダックのような企業広告、本の差し絵、小説や絵本の執筆など広い分野で1930年代に至るまで途切れずに活動を続けることになる。ジェローの広告。賢い QP たちはいつでも正しいやり方で、小さい人たちと大きい人たちを心地よく、 道たりて幸せにしてくれます。スクリブナーズマガジン1980年12月号より、テンプルベイリー作の短編、フィリダサしエ。あなたはまだ愛を知りますマヨニールが、ニューヨークで活動している頃、生活に急した父親は、ホームステッド法を利用して、ミズーリ州のザーク高原で原野のただ中にある土地を取得した。そこには、屋根付き通路を挟んで二つの丸木小屋が並ぶ。 ドックトロット形式の家が建っていた。オニールはこの辞書を機に、イリ、ボニーブルックと名付けた。生涯を通じて、ニューヨーク、コネティカット、パリ、イタリアと頻繁に転居したオニールだったが、家族の住むボニーブルックは特別な土地であり、精神的な癒しとインスピレーションを求めて何度も戻ってくることになる。1896年、オマハに住んでいた頃に知り合った。 グレー・レイ・サムというバージニア出身の若者と結婚した。この時期はペンネームをオニール・レイ・サムとしていた。レイ・サムの一族は宣伝された貴族の家系で、グレーの父ウッドビルは一種の投影式映画を発明した人物だった。レイ・サムもメキシコへ映画の撮影旅行を行い、その間オニールに絶え間なくラブレターを送り続けたという。レイ・サムは情熱的な恋人だったが、 金銭的にだらしなかった。夫が原稿料を勝手に引き出してしまうため、オニールは出版社から帰る車代にもことかくありさまだった。家族を養わなければならないオニールは結婚生活を断念し、ボニーブルックに近いトーニー軍に移り住み、そこで1901年に離婚申請を行った。レイサムは同年に死亡した。離婚成立前に死んだとしている資料もある。 1901年の終わり頃、オニールのもとに匿名の手紙と贈り物が届き始めた。贈り主はパックの編集アシスタントのハリー・レオン・ウィルソンだと判明し、やがて親密になった二人は1902年に結婚した。ウィルソンは同時期に小説家に転じ、それから三年のうちに神のライオンたち、ささやかなる理想郷のレシなどを書いた。 挿絵はいずれもオニールが描いた。オニールもまた1904年に小説第一作、エドウィーの愛を描き、自分で挿絵をつけた。1905年のブックニュース誌に掲載された同作のレビューは、オニールの絵が人間性に対する類い稀な広い共感と理解を備えていると評した。夫婦は1907年に離婚した。オニールと陰気で的なウィルソンは、 性格的に合わなかったとも伝えられる。19世紀には女性に教育の機会が開かれたことで、職業的な女性芸術家が社会に進出し始め、女性の芸術家協会も現れた。しかしこの動きは芸術の提質化につながるのではないかと見られていた。歴史家、ローラ・プリエトによると、それらの協会は偏見に対抗するため、どんどん主張を強めて大胆になっていった。 その土壌の上に誕生したのが教養があり、近代的で自由な新しい女という女性像である。この運動にはオニールも深く関わっていた。プリエトによると女性画家は新しい女を伝える上で革新的な役割を果たした。その偶像を絵にすることによって、あるいは新しい生き方を自分たちの人生で体現することによって、 アメリカで19世紀末から20世紀初頭にかけて刊行された1万選手の雑誌、定期刊行物は購読者の88%を女性が占めていた。絵を描く女性は増えていき、出版社は彼女たちを雇って女性の視点によるイラストレーションを描かせた。この時期に活躍した女性画家にはオニールのほか、ジェニー・オーガスタ・ブランズ・クーム、ジェシー・ウィルコックス・スミス。 エリザベス・シッペングリーン、バイオレット・オー・クリーがいる。キューピーの絵が使われた女性参政権を訴えるポストカード。1908年にはオニールの名声を不動のものとする奇抜なキャラクター、キューピーが生まれた。もともとオニールはデビュー当初から羽の生えた赤ん坊のモチーフをよく描いていた。人気雑誌、レディーズ・ホーム・ジャーナルの編集者。 エドワード・ボックはこの妖精たちに目をつけ、子供向けのイラストレーションの主人公にするよう提案した。オニールは依頼に応えて1909年のクリスマス号に陰文でストーリーをつけた絵物語、キューピーたちのクリスマス浮かれ騒ぎを寄稿した。これがキューピーの書出となった。キューピーの名はローマ神話の愛の神キューピッドから取ったものである。 大勢のキューピーたちは皆頭の先の髪が尖った赤ん坊のような姿をしており、いたずら好きだが善意の塊で困っている人を助けてくれる。オニールはぽっちゃりした小さい妖精の一種で頭にあることといえば楽しくやると同時に親切でいる方法を教えたいということだけと説明している。続いて、ウーマンズホームコンパニオンやグッドハウスキーピングにも一回数ページの コミック作品が掲載され、キューピーはたちまち人気となった。1917年には全米各紙でサンデーコミックスや一コマ漫画の連載が始まった。オニールによってアメリカ人の愚直、表金、気の良さ、冒険心、達観、そして博愛心を体現させられたキューピーは国民的なドリームチャイルドとなった。ロックアイランド鉄道の ゴールデンステート特別休校を宣伝するポストカード。キューピー教時代と呼ばれたブームは凄まじく、漫画やイラストレーションから生まれたキャラクター文化として、ミッキーマウスにとって変わられるまで最初にして、最大の成功例だったと言われる。紙人形や絵本にとどまらず、ポストカードや便箋、食器や日用品、服飾やインテリアなど、大量のキャラクター商品が作られた。 最も人気を集めたのは、キューピー人形である。1912年、ニューヨークのトンヤ・ボックフェルト &CEO がオニールと契約を交わし、ドイツの陶器会社、JD ・ケストナーにビスクドールの製造を依頼した。オニールは、現地工場を訪ねて、生産を監修した。ドイツでは、様々なサイズの人形が作られたが、 第一次世界大戦が起きると生産拠点は米国国内に移り、コンポジションドールやセルロイド製の人形も作られた。キューピー人形はアメリカのみならず、日本やオーストラリアなど他国にも広まった。オニールは人形の発売にあたって、著作権と商標権を保持して、ロイヤルティを取る宣言の命を持っていた。それまで、著作だけでも2万ドルの年収を得ていたが、キューピーから得られた収入は、 約150万ドルに上った。ブームの最盛期には、世界一裕福な女性イラストレーダーだった。億万長者となったオニールは、ボヘミアン的なライフスタイルを追求した。ボニーブルックの実家を増築し、クリニッチビレッジのワシントンスクエア公園に面したアパートの部屋を買い入れ、コネティカット州にも豪勢な邸宅を築いて、カラバ公爵場と名付け、チャールズ・キャリル・コールマンから、 カプリ島のナルシステを相続した。ワシントンスクエアのアパートは芸術家のサロンとなった。オニールをモデルとしたローズ・オブ・ワシントン・スクエアという歌が作られ、同体で映画化された。1922年にカラバ公爵城へ移ってからも芸術家の友人知人を招いてパーティーを開いたばかりか、客を何年でも好きなだけ滞在させて生活の面倒を見た。 その中には舞踏家のテッド・ショーンやマーサ・グレアム、作家のウィッター・ビナーやシャーロット・パーキンス・ギルマンがいる。ニューヨークで初の個展を行った後に書かれた新聞記事。キューピーの生みの親、かいな心境知恵、ニューヨーク芸術界の肝を潰す、たゆまぬミブリオ・ニールは、コマーシャルアートの世界で活躍する傍ら、ファインアートの領域でも、私的に制作活動を行っていた。 オーギュストロダンのスタジオで彫刻を学んだ時期もある。オニールの芸術作品は、キューピーのような子供向け作品とは、趣向が異なっており、夢や神話から着想を得た実験的な性格のもので、ケルト風のロマン主義を伺わせた。キューピー以前の1902年頃から描き継がれた、愛しい怪物たちと呼ばれるペンガの作品群は、原始人か獣のような異形の怪人が抱擁し合う。 力強く、グロデスクなものだった。批評家は、人間性の野蛮、未快、ま米な側面が表現されていると評した。1906年には、フランスの権威ある国民美術協会会員に迎え入れられて、作品の展示を行っている。1921年から1926年に、かけてパリに滞在し、1921年に、ドゥバンベガローデ絵や、 彫刻の古典を行った。パリでの公表とは裏腹に、1922年にニューヨークのウィルデンシュタイン画廊で行われた同内容の古典は賛否が分かれた。幸せを運ぶ愛の天使キューピーを求めるアメリカ人はおぞましい怪物に戸惑いを見せた。1927年にアメリカに帰国し、1937年までにボニーブルクへ最後の転況を行った。 それまでの生活で激しい浪費を行い、家族を一手に養い、最初の夫や芸術家の取り巻きに貢ぎ続けてきたため、1940年代には家屋や財産の大半を失っていた。世界恐慌も経済的な打撃だった。この頃オニールは自身の作品がもはや求められていないことに気づいて、ひどく落胆した。30年にわたったキューピーブームは衰え、 遊びがいのある、着せ替え人形が人気を集めていた。広告素材としては、写真がイラストレーションにとって変わりつつあった。オニールは、人形の新作に取り組み、リトル方法を生み出した。赤ん坊が笑っているような仏像だった。しかし生産計画が立ち上がる直前に工場が火事で消失した。ミズーリ州ポイントルックアウトにあるオザークス高校で、奉仕活動や、 作品の寄付を行い、地域の芸術にも貢献したことで、地元ブランソンの名士とみなされるようになった。ある時は、ブランソンの全住民に、死費で天然痘のワクチン接種を受けさせたと伝えられる。1944年4月6日、ミズーリ州スプリングフィールドにある老いの家で死亡した。何度か卒中の発作を起こした末の心不全だった。遺体は、家族の個人墓地に、 母親や兄弟と並んで埋葬された。ボニーブルックの家屋敷は1947年に火災で消失したが、後に博物館として再建された。1997年、ボニーブルックホームステッドがオニールゆかりの地として歴史登録財に指定された。女性の離婚が好ましく思われていなかった時代に二度結婚し、その後は未婚のまま恋人を作った。 子供好きだが自身は持たなかった。陽気な変わり者で性格的に激しいところがあったと言われる。赤ちゃん言葉で喋る癖があり、二人目の夫、ウィルソンを苛立たせたという。芸術活動や子供の福祉のために資材を投じる特殊化でもあった。晩年の自伝によると、キューピーに託した心情は正しい行いを楽しく行おう。この世界にはもっと笑いが必要だ。 せめて微笑みだけでもだという女性参政権を訴えるポストカード。1910年代には女性参政権運動の騎士として活動した。オニールは新聞市場で多くのインタビューを受け、全米婦人参政権協会が実施するパレードや大会に参加し、キャンペーンのポスターやポストカードに作品を提供した。一コマ漫画の連載、QP コーナー QP グラムでも、 女性の権利が頻繁に扱われた。キューピーは単に有名なキャラクターという以上に、運動に対する一般のイメージを向上させるのに大きく役立った。当時の女性賛成権論者は男性を嫌をする、女を捨てた女というステレオタイプなイメージをルフ、されていたが、可愛らしいキューピーはその対局だった。赤ん坊がお母さんに賛成権をあげてという旗を掲げて行進する。 ポストカードの絵は子育てに関する政策が主婦の生活を左右することを指摘し伝統的な家族間と対立せずに運動の価値を訴えるものだった運動への参加はキューピーの母としてのイメージを損ねる可能性もあったがオニールは何も言わせてもらえずに生きていくってどういうことか私は知ってるからと参加を決めたというオニールはまた芸術をはじめとする社会の 各領域に女性が進出することを衝動しており、コルセットやハイヒールのような非実用的な服装を批判した。イラストレーションでは独特な女性ファッションを描いていた。オニール自身、ベルベットのギリシア風ローブを着て、裸足で歩く姿で知られた。オニールは米国で最初の職業的な女性イラストレーターの一人である。1916年に女性として初めて、 ニューヨークのイラストレーター協会フェローに選出され、没後の1999年には伝道に迎えられた。コミックストリップ研究家のリック・マーシャルは、男性優位の社会で活躍した最初の偉大な女性漫画家であるオニールの圧倒的な才能と輝かんばかりの作品を称賛した。トリナ・ロビンズもコミック史における女性の役割に関する著作で、 パイオニアとしてのオニールを評価した。作品の知名度としてはキューピーの人形が突出している。多作で活動領域が広く、特にコマーシャルアートや人形デザインで成功した一方で芸術家としての評価はアメリカにおいて一歩譲る。しかし活動当時、排他的なフランス国民美術協会にアメリカ女性として初めて迎えられたのは大きな栄誉だった。 土地に玲子は2019年に放送大学の講座でオニールを取り上げ、アメリカ文化史において結出して優れた芸術家であり、経歴も精細に富むが、それほど注目を浴びていない代表例だと述べている。2019年にイラストレーターや女性参政権論者としての活動などが評価されて、全米女性の殿堂に迎えられ、それと前後して、 アメリカ国内で作品の再評価が進んだ。ありがとうございます。